頑張りたまえよ。何？私が教えた通りにやれば万事うまくいくさ。あなたに教わったことなんか何もないわよ。なんということだ。私が常日頃君にレディーとしての振る舞いを教えていたじゃないか。そうだったっけ。これはもっと厳しく君にレディーの振る舞いを教える必要があるね。 そうでなくては、君が目指す社交界は夢のまた夢だよ。だから社交界じゃなくてハリウッド。もう本当にビオルは。 あなたのことが好き。ねえ、私じゃダメかな。 なかなか真に迫る演技でしょ。来春は気になる。そうでしょうとも、そうでしょうとも。わざわざ実地で特訓した甲斐もあったってもんね。でもね、今の私はこんなもんじゃないんだから、私のハリウッド的サクセスはこれからも続くわよ。
今度ね、ジュースの CM のお仕事が決まったの。15代目のアムリタガール。そのことで悩みがあるんだ。アムリタガール？うん、アムリタシャワーの CM に出演する女の子のことをそう呼ぶみたい。新人アイドルの登竜門なんだって。え、アムリタシャワーってコンビニとか自販機で売ってるあれ？すごいじゃないか。俺もよく飲むよ。美味しいよね。私も大好き。一番はやっぱりブドウかな。だけどアボカドも捨てがたい。で、悩みっていうのは？ああ、うん、それで撮影が始まったんだけど、監督から小悪魔力が足りないって言われちゃって。なんだそれ。つまり男心をくすぐるような仕草や色気が私にはないそうなのです。で、いつきくん、どうすればそういうのって身につくと思う？それってズバリ思わせぶりってことなんじゃねえの？あ、トーマくん、お疲れっす。時間空いたんでコーヒー飲みに来ました。ねえ、さっきトーマくんが言ってた思わせぶり、思わせぶりってどういうことかな？あ、別にどうもこうもないよ。いけそうと思わせといていけない、でもやっぱいけそうみたいな。いけってこと？よくわかんないんだけど、なんつうか猫っぽい魅力。猫っぽい。はあ、どうした？あのね、渋谷にリトルデビルって呼ばれてる野良猫がいるんだ。あの子がちょうどそんな感じだったなって。リトルデビルってまんま小悪魔じゃん。そのデビルちゃんを観察すれば私も小悪魔さんになれちゃうかも。とりあえずやってみるか。それじゃあ渋谷の街でリトルデビルって野良猫を探そう。おお、頑張れよ。ありがとう、トーマくん。それじゃあ私早速デビルちゃんの情報を集めてみる。
よ。日曜朝8時より絶賛放送中。なんだい、なんだい。ねえねえ、
いらっしゃいませ。他、また来てちょう。